あと藤波がもう 100% 僕を信頼してくれるから。どう例えば一つ例を挙げると、どういうトレーニングだったら一緒に風呂入る。一緒に風呂入る、風呂入っちゃう、裸の付き合いから入っちゃう。まあまあそれは気心を知れるという信頼関係が不思議そうな顔したけど、めっちゃ重要なんだ。朝から一緒に風呂入る、うん、絶対こう隠さない。向こうが隠した腹割って言わんかい。で僕の見てそんな話はどうでもいい。そうですね、まあ、これパサッといくとして、うん、ものすごい自信があるんですよ。例えば、うん、まあ風呂から取っかかりでどうする。なんかそこでは冗談抜きですよ。パッとまた広げてやった時のこれ、多分これ流せないと思うんですけど、球の動きでちょっと言いたいアドバイスあるんですよ。重心ですよね。ああ、いやそれは言えるじゃん。全然です。球の動きって、うん、バウンされることだってついてるでしょ。2つぐらいついてます。しかもね、はい、野球も球ですからね。お前がかぶせてどうするの。今びっくりした。手つきもおかしいなと思います。でもこ こうやった時の重心で何か感じてもらえる。でもブラブラしてないでしょ。クッと上がってますかね。緊張して、いやいや、こうサポーターしてんじゃない。全裸でやるってことですか。あ、風呂か、はい、風呂でやるの。でもユニフォーム着たらサポーターしてるやん。ブラブラしてない。それまたちょっと違う。ちょっと冗談要素が多かったんですけど、うん、プレートでもすごく自信があります。あ、そう。はい。あの、まあ、ちょっとキャッチャー下げてもらったりとか。あの、まあ、僕言いたくないな、これもったいないな。もったいなくないだろう。ぜひ教えてください。黙って。藤波この動画絶対見んなよ。な、うん。僕がやるんだったら黙ってブルペン行って。1メートル下げます。誰にも気づかれない、誰にも気づかれない。それしてもうピッチングガンガンさせてて、気づくよな、1メートル下げたら。いや、それを気づかないように綺麗にすると、綺麗にすると気づかないんです。あ、そうなんですね、ピッチャーって、うん、これでマウンド上がった時にチカッと思うんですよ。でそのままストレート真ん中に上げてこいと、キャッチャー真ん中だけでいいからっつって、その代わり思いっきりなってスピードガン全部出てるから155キロ以上お願いしますっつって、バンバンやるとバッター絶対前に飛ばないから。これ後で種明かしする。後で、うん、いや投げたら藤浪は分かってんだろ。分からなく投げ終わってから言います。1メートル下げてるんだよ、はい、お前。いや、それピッチャーだったら分かる、バッターでも分かるぞ。ちょっと遠いなおいって。湯田さん、これは違うんですよ。本当にブルペンでちょっとあの囲いがあるところでそれには気づかずに、でパッとあの実戦のマウンド上がった時にチカッと思うんですよ。これはあの光の加減で遠近感のあの誤差が生まれて、近いと思った時のピッチャーも勝利です。ほとんどが勝利です。そこで真ん中だけでいいからっつったら球持ちもいいし、ドンと投げた球がバッター見事に差し込む。まあ確かにね、そういう時はあったよ。俺もリードしてセカンドベースがやたら近く見える時っていうのは、走っても絶対アウトになるのかと。同じサイドだから遠いな、今日は遠いなと思ったら絶対アウト、うん、あ、そういう全くそういうね、錯覚を利用するっていうことが僕が言いたい、うん、錯覚を利用して藤波にはぁと思ったら練習方法も変わる。だ例えば普通の試合に行った時のブルペンもちょっと散歩下がってもらえますかって言ってやってて、最後の数球投げてマウンド一歩とかで、そうやって立ち上がりの良さを生むことによって藤波はずっといいレーンで走れるから、彼の不安は第一球目からの数球、うん、その不安を解消するだけで彼はめちゃくちゃ強い。はい、もうなんかピッチングコーチ組んでない。いや、お前日本ハムと阪神から来たらどうする。もうズバリ阪神。いや違う、でいやもう藤波投手専属で阪神に来てほしいって言われた。いや、そうしたらどうする。いや行きますよ。日本ハムも同時に来るんです。同時だったらもうそんなこと、なんだそんな聞き方すんの。いや日本ハムが2400万、はい、阪神が5000万ドルだったらどうする。阪神行きますか。阪神5000万と2400万うちのお母ちゃんの笑顔の差があるもん。2400万と3000万だったらどっち。あの阪神行きますか。まあまあそうなるわな。わかんない。いやそれはお金がプロ勝ちやってよく知ってるから。お母さんも自分の評価がそこにあるんだから。そうですよね。うん、だったら日本ハムさんに、いや他の球団こない言うてくれてますけどもって言った時に、日本ハムの真意がわかるじゃないですか。うん、ただ OB だからと思ってくれてるのか、うん、僕の野球観を評価してくれてるのかとか。うん、なんで普通にこんな契約の交渉の話してるビッグボスが来てガンジャタンって言ったらどうする。いきます。それは男のちぎりですよね。2400万だろ。それはちょっとあのちょっと都合聞かせてくれる。阪神5000万。
あの丁重に食事の席を設けて説明します。そうしたら、まあ、分かった感じは3000万って言ったらどうする？あの5000万と3000万キラキラありますね。あの交通費はとか交通費いろいろな細かいところまで契約しないと、領収書いくらまで切ってくれるのとか、そんなこと言えばもう住まいの家賃とかはとか、大事ですよね。大事大事大事ですよ。そうですよ。で日本ハムが1年契約、でも阪神は複数年。なんでそんな質問ばっかりするの？複数年ですよ。うん、どうですか？阪神。いやいや違う違う、その聞き方はおかしいよ。日本ハムが3年、はい、阪神が2年。あれ？で5000万と2400万どっち？豊さん悪い顔しません。いやでもね、俺ガンちゃん日本ハム行くと思う。あ、もうビッグボス3年と2年だと。あの阪神ファン、オリックスファンではあります、はい、やっぱ地元のね、うん、あの昔から慣れ親しんでいる、そこに憧れて野球を続けてるわけですから。でも北海道日本ハムファイターズ、ファイターズも親会社からしてもこれだけ今自分があるのは日本ハムグループのおかげなんですよ。そのおかげの方に恩返しができる場がやってきたら当然身を粉にするのは当たり前ですよね。その気持ちは絶対に持ってますから。はい、じゃあ1800万。本社1800万。なんでそんなの？いやお世話になってるっていう話があったんです。そうです。だって1800万です。おっしゃる向こうはねぎろう。そうだ、そうだ、そう言ってくる。そういう気持ちがあるんだから。シャウエッセンとモーニングサーブ5年分ぐらいもらいます。そのぐらいやるわって言われたらどうする？桜姫もつけてもらいます。いや本当にまあ、こんなことでいいのかな。いやいいと思う。でも藤浪は同じようなこうスタイルを経験してるだけに、はあ、あのまあ自信があるっておかしいですけども。藤浪と話したことある？インタビューしたことあります。あのルーキーイヤーの時。いい子だよな。はい、本当だ、はい、賢い子だよね。はい、藤浪大谷ダブルで僕インタビューしました。あ、はあ、本当か。はい、もう沖縄で1年目ですね。はい、あ、大谷は、いや二人とももう本当にその年代の青年らしい、素晴らしい構成。じゃあさ、大谷と藤浪だったらピッチャーとしたらピッチャーだけだよ。どっち魅力感じる？ピッチャーだけの魅力、この先のことを思ったら僕藤浪の可能性めっちゃ信じたいです。はい、うん、いやすごいな大谷。いやいや、でも俺は大谷は打者ありきのピッチャーなんだよね。うん、で、俺藤浪はピッチャーの中のピッチャーだと思ってる。はい。だからやっぱこう投げてる姿とか、なんかね大谷を見てると、まあピッチャーなんだろうけど、なんか野手のような感じで見ちゃうんだよね。うん、どう、それは何？わかる？言ってること。わかります。はい、わかります。はい。なんかバッター心知ってるからこそマウンドで抑えてる大谷であって。うん、なんかピッチャーで抑えてるのとはちょっと違う。でもメジャーの野球では成立してるんです、はい、うん、ピッチャー能力でよく言われる、よく聞かれるんですけど、あの大谷って世界で何番目ぐらいのピッチャーってこれ聞かれるんですよ。タクシードライバーさん野球好き で、うん、で僕は世界一のピッチャーはダルビッシュだと思ってますと、うん、ダルビッシュがもう群を抜いて世界一のピッチャーです。でも世界ってすごい野球選手はっていうと大谷翔平であり、投げるのも一流に君臨している、打つのも一流に君臨している、ピッチャー部門でって言われたらダルビッシュに勝るピッチャーはいない、うんうん、で世界一今可能性を秘めているのはというと佐々木朗希っていうような回答はタクシーのドライバーさんにしたのを覚えてます。どうですか？かっこいいね。サービストークや。そうですね。いや、あのタクシードライバーさんめちゃくちゃ YouTube 見てます。見てるな。はい、あのお客待ちの時にテレビはないから大体、あ、もうスマホで、そうスマホで、うん、もう大阪行って乗った瞬間、あ、どこどこまでお願いします、八尾までお願いします、お、ガンちゃんやろ、ガンちゃん見てるって、あんた片岡さんとのやつめっちゃおもろいやんか。YouTube そう、今僕があの日曜日あのプロ野球ニュースで MC やらせてもらってるじゃないですか、うん、でその決まった時間にタクシーで僕入っていくんですけども、あのその時に僕の家の近所で絶対待機してくれてるドライバーさんがいるんですよ。で僕ディディのアプリで呼ぶんですけども、うん、ディディのアプリピッてやったらすぐパン毎度ってきます。
ああそう、こっちもうまいよって感じ。そっからもう15分ぐらいフジテレビ着くまでもう野球談義です。その人近鉄ファンなんですよ。古いな、近鉄のこと詳しくて、はい、ほんで今はもうなんかムック本とかで出た時に近鉄ものは売れるけど阪急ものは売れないんですよね言うて、よう知ってんね近鉄恥ずかしいな、近鉄何回も、まあ、小さい頃だもんな、ダンちゃんがな、そうですね、もうそうだったら近鉄何回阪急とか阪神で、その人に教えてもらったのは、当時阪神、阪急、近鉄、南海、この電車会社の野球チームはみんなパリーグで同じリーグで行こうかっていう話があったようなんですよ、はい、でも阪神だけが何らかの事情でセントラルリーグに所属して、それいくつのドライバー属して、いやなんかその調べたらしい、お前幽霊が運転してんじゃないだろいやそのドライバーさんは僕より若いと思います。本当に僕ぐらいで、はい、もう生粋のもう近鉄ファン でその阪神のこと言ってくれて、阪神は莫大な人気を継続していると、なんでやろうねって話になって、阪神は、まあ、巨人 の V9 時代のあの人気がそこで奮闘して戦っている大阪のチームがあり、で大阪の人たちって東京にやっぱりこうライバル心持つじゃないですか、巨人に負けてたまるかっていうような図が人気球団にしたんじゃないかと、うん、まあそれはあるよね、はい、東西でな、はい、うん、タクシーの中で熱弁入りました。ガンちゃんのヒーローって誰なの？